日本語能力試験。これから N2 の懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。 それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番。会社で女の学生と男の人が話しています。女の学生はこの後まず、 何をしなければなりませんか今日から1ヶ月職場体験でこちらにお世話になる原田ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ早速だけどこれ原田さんの1ヶ月の仕事の予定表です挨拶を兼ねてみんなに配ってくださいはいわかりました終わったら原田さんが使うパソコンの設定をしてほしいんだけど パスワードはオリエンテーションの時に聞いてるよねはい、教えてもらいましたそのパスワードで一度入ってパスワードを再設定してねそれからじゃないとパソコンで何も作業できないようになってるからはいあの、その日にどんな仕事をしたか報告書は毎日書くんですよねうん、そんなに長くなくても大丈夫だよあと、この部屋の座席表原田さんの名前も入れて 今新しくしてもらっているところだから、明日渡すね。はい、わかりました。女の学生は、この後まず何をしなければなりませんか 2番大学で男の学生と女の学生が話しています男の学生はセミナーにどうやって申し込みますかこの間の授業で先生が言ってた来月の桜市の国際交流セミナー申し込もうと思ってるんだけどあ、私もう申し込んだ締め切り明日だよ申し込み書持ってるうん、さっき書いたんだけど 市役所の窓口に出せばいいんだよねえ、郵送でしか受け付けてくれないよえ毎年応募者が多くて窓口だと対応しきれないから今年からそうなったんだってえそれなら今日出さないと間に合わないなそんなに応募が多いのか抽選になったら結果はハガキで連絡が来るんだよねうんそんなのメールで送ってくれたらいいのにね返信用のハガキは用意したまだ これから買いに行くよ実は1枚多く買っちゃって今持ってるんだけど使ういいのありがとう。男の学生はセミナーにどうやって申し込みますか 3番電話でテレビ局の人とケーキ屋の店長が話していますケーキ屋の店長は撮影の日までに何をしなければなりませんかひまわりテレビの鈴木です番組の取材の件ですが撮影まで1週間になりましたのでお電話しましたあどうもお世話になりますえっと先日打ち合わせしましたように 当日はケーキの製作現場とお店に並んでいるケーキ、それから外からお店全体を撮らせていただきます。お店のスタッフの方も映りますけど、よろしいですかあ、はい。それは了解を得ています。当日、お客さんもある程度いてくださった方がいいので、よくいらっしゃるお客さんにお知らせしておいてください。あ、わかりました。それから、おすすめのケーキについて一言ご紹介いただくことになっていますが。はい、準備できています。 ちょうど季節のケーキを出したところですし。そうですか。じゃあ当日よろしくお願いします。ケーキ屋の店長は撮影の日までに何をしなければなりませんか。 4番？大学のサークルで男の学生と女の学生が話しています。男の学生はこの後まず何をしなければなりませんか？先輩、来月の地域の子どもたちとの交流会なんですが、そろそろ準備始めた方がいいですよね。今年は僕がリーダーなんですけど、気をつけることとかありますか？そうだったね。やることわかる。 簡単に言うと、会場の予約、食べ物の準備、プログラムの内容を決めることだよ。場所は何をするかによって変わるからね。ああ、ボールを使うようなゲームをするなら、広いところが必要ですもんね。うん。何するか早く決めてね。去年は決めるのが遅くなって、会場確保に苦労したから。はい。食べ物は、宅配のピザとかお寿司とかを頼むのでいいと思うよ。 まあそれは1週間前でもいいかなサークルのメンバーに開催日を早く連絡した方がいいですよねそれは年間スケジュールで決まってるからみんな知ってるはずだよあそうですね男の学生はこの後まず何をしなければなりませんか 5番大学で女の学生と先生が話しています女の学生はこの後まず何をしますか先生レポートのためのアンケートができたんですが見ていただけませんかうん質問の数が多いなこれ答えるのに何分くらいかかるか時間測ってみたいええ あまりに時間がかかるようだとちゃんと答えてもらえないこともあるから一度自分でやってみて本当は他の人にやってもらった方がいいんだけどもう日程が厳しいしねあはいかかった時間によっては回答形式を変えることも考えないと全部選択式にするとかで回答者の数は何人ぐらい ?20 人くらいに頼んでるんですが少ないですかうーん。 全員がきちんと回答してくれれば十分だけどまあ分析に使えないものがあったらまた増やせばいいよ。はい。女の学生はこのあとまず何をしますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。 一番会社で男の人と女の人が話しています女の人がお弁当を持ってきている理由は何ですか井上さん最近お昼に外に食べに行かないねあお弁当作って持ってきてるからでも 前にお弁当は作るの大変っっってて言なかったうんそれは子どものお弁当のことだったんだ前に子どものお弁当を作ってた時は栄養のバランスを考えて作っていたしそれに好きなものをたくさん入れてあげたいと思うから手間がかかったんだけど自分のだけならねああ、そういういものか。ほら昼休みに外に食べに行くと時間かかっちゃうでしょお店まで行くのも待つのも。 休憩は1時間しかないからちょっと運動したり勉強したりなんか有意義に時間を使いたいなあと思ってなるほど僕もお弁当を持ってこようかな食費の節約にもなるしね女の人がお弁当を持ってきている理由は何ですか 2番女の人と男の人があるドラマについて話しています男の人はドラマのどんな点が気に入っていると言っていますか男の人ですねえ山下くん先月始まったあのドラマ見てるああ 島の警察官好きな俳優が出てるって言ってたよねうん最初はそれで見始めたんだけど今は俳優の魅力よりストーリーが面白くて見てる山下くんはうん僕はどっちかっていうとドラマに出てくる街に惹かれてる舞台になってる島の風景とか海沿いの古い家とか僕が住んでいるとことは全然違うから行ってみたくなっちゃうんだ 確かあの島今観光客が増えているらしいよ。やっぱりね。あそういえばドラマの最後に流れる歌も最近人気みたいだよ。ああ、あのドラマにぴったりであったかい感じがする素敵な曲だもんね。男の人はドラマのどんな点が気に入っていると言っていますか 三番男の人と女の人が山川市の新しい市長について話しています女の人はまず市長にどんな問題に取り組んでほしいと言っていますか女の人です今回の選挙で新しい市長決まったね 中田さんは市長にまずどんな課題に取り組んでほしいと思う今回の選挙では地域の経済が落ち込んでいるのが問題になってたけどそうね、働くところを見つけるのも大変だって聞くよねうーん、うちは両親が年取ってきたし介護の問題も気になるけど子供がいるから小児科の先生が足りないって問題を先に解決してほしいなうちもちっちゃい子供いるからわかるよ うちは妻も働きながらら、子育てててしたいって言っ言るから僕はまずは保育所の問題に取り組んでほしいなああ保育所不足ってどこの自治体も問題になってるね女の人はまず市長にどんな問題に取り組んでほしいと言っていますか 四番会社の企画部で男の課長と女の社員が話しています課長はどうして企画の説明をこの女の社員に頼みたいと言っていますか本田さん今うちの部が企画している新しい手帳のことなんだけどほら 本田さんのアイディアから生まれた手帳。あ、はい。来週、営業部とか他の部の部長も出席する会議があって、そこであの商品の企画について説明することになったんだよ。それでその説明、本田さんにお願いしたいんだけど。え、私ですかうん。この企画にずっと関わってきたし、あれ思いついたの本田さんだから。発想についても話してほしいんだ。あ、でも私、 まだ会議で商品のプレゼンテーションなどした経験がなくてああちょっと緊張するかもしれないけど何かあったら横から僕が助けるから大丈夫だよはいわかりましたやってみます課長はどうして企画の説明をこの女の社員に頼みたいと言っていますか テレビでレポーターがある動物園について話していますこの動物園はどうして最近客が増えましたか今日は今話題の南動物園に来ていますこの動物園は20年前にオープンし 珍しい動物に会える動物園として、当時多くの人が訪れていました。ところが、最近の新しい動物園では、動物に直接餌をやる、餌やり体験などもできるため、来場者が減少してしまいました。そこで、ゾウやペンギンが園内を歩く様子を目の前で見られるイベントを始めたところ、これが人気を集め、来場者数が大きく伸びたそうです。 現在は夜の動物の行動も見てもらえるよう、週末限定の夜間営業も検討しているとのことです。この動物園はどうして最近客が増えましたか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、 1>, 1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます1番 1> 会社で女の人と男の人が電話で話していますもしもし総務の北村です 来週金曜日の3時から予約されている会議室のことなんですがあはい先ほどお電話で人数が10人に変更になったとご連絡いただきましたよねええ20人用の第1会議室をお取りしていましたが実は同じ日時に20人で会議室を利用したいという連絡がありましてその人数が入れるのは1部屋しかないんですああそうですか 住人用の第二会議室でしたら空いておりますが。じゃあ、課長と相談して折り返し電話します。すみません。この日は他の時間もすべて会議室が埋まっていますので、よろしくお願いします。女の人が言いたいことは何ですか ?1。1> 会議の時間を教えてほしい。 2会議の人数を教えてほしい3会議の時間を変更してほしい4会議の部屋を変更してほしい二番 中学校の教室で生徒がスピーチをしています。私には好きなものが全く違う友人がいます。私が好きなことは読書。彼女は映画です。勉強でも私は国語が好きだけど彼女は数学が得意。こんな風に全然違うんです。でもテストの前は私が国語を教えて彼女は数学を教えてくれます。 助け合うことで一人ではできないことができるようになります。趣味が同じ友人もいいけれど、違うからこそお互いに世界を広げることができる。これは友人同士の話に限らず、周りの人たちとの付き合いすべてに当てはまるかもしれません。生徒が伝えたいことは何ですか一 好みが違う人と付き合う難しさ。二、一緒に学習することで生まれる友情。三、親しい友人の意外な一面。四、互いに補い合う関係の良さ。 3番テレビでアナウンサーが話しています本を読む人が少なくなったと言われていますが実は図書館については利用者数が増加傾向にあります図書館としても今までにはない色々な試みを行っているんです例えばお茶を飲みながら本が読めるスペースや利用者同士がおしゃべりできる部屋を作った図書館もあります今回の取材の中では 図書館で高齢の利用者と親しくなって、いろいろな話を聞くのが楽しみになり、よく足を運ぶようになったという若者の声も聞かれ、一定の効果を上げていることが伺われます。図書館は静かに本を読むところだというイメージがありましたが、変わってきているようです。アナウンサーの話のテーマは何ですか 1、1> 図書館の数の変化 2>, 2、図書館の利用のマナー3、図書館の利用者を増やす試み4、図書館の利用者の年齢層の変化 4番町の議会で町長が話しています来年建設予定の町の総合文化施設ですがここには保育所や図書館なども入る予定でこの施設ができると町民の生活が便利になることは間違いないと思われます建設費が高いということから町民の皆様の間には反対意見も多くありますしかし 子どもからお年寄りまでみんなが利用できるこのような施設は周辺地域にもないユニークなものです建設予定地が駅から遠く不便だという意見もありますがこの点については駅からバスを出す可能性などを含めて今後検討していきたいと思います町長は施設の建設についてどう言っていますか 1, 1住民の反対が強く建設すべきではない 2, 2住民の反対が強いが建設すべきだ3住民の反対は少ないが建設の必要はない4住民の反対も少なく建設すべきだ 5番、ラジオでアナウンサーが話しています。今日から12月です。年末年始の消費活動は、翌年の景気を占う上でよく注目されます。今年の後半になり、企業の売り上げは順調に伸びてきているようですが、このまま景気は回復するのでしょうか。旅行会社によると、この年末年始の旅行先としては、海外より国内旅行のツアー、 中でも安く手軽に参加できる日帰りツアーに人気が集中しているとのことです大手デパートの調べではお歳暮商戦も昨年同様3000円前後の品が最も売れていいるととうことですこのように消費者が派手な消費を抑える傾向が見られることから景気の回復を実感するにはまだ時間がかかると考えられます アナウンサーは何について話していますか 1, ?1 来年の景気についての見通し二、2> 2景気が回復したきっかけ3売り上げを伸ばすための企業の努力四、年間の消費行動の傾向 問題4。問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。 1> 1番川野さん来週の土曜日うちの新製品の発表会をやるので是非お越しくださいあ新製品はまだ発表できないんです何時頃お越しになれますか 3> 3そうですか会場はどちらですか 2番おかしいなあ今日のコンサートのチケットカバンに入れてきたつもりだったんだけど 1, 1もう一度よく見て 2, 2あれ今日はコンサート行かないことにしたんだっけ3そっかカバンの中にあったんだ 3番。あの、先輩。これ、卒業論文の概要なんです。コメントもらえるとありがたいんですが。1。今忙しいから、明日でも構わない 2>, ?2。読んでもらえて助かったよ。3。3> コメント、たくさんもらえたんだ。 4番小林様先日のコピー機のカタログご覧いただけましたでしょうかカタログいつお見せししたらよろいいですかいやーここ数日何かと忙しかったもので 3> 3もうご覧になったんですね。 5番あの森さん倉庫の書類を整理したいんですけど今手空いてますか ?1, 1あこれ以上はもう持てません 2, 2えっお任せしてもいいんですか ?3 うーん1時間ぐらいならいいですよ 6番、台風が来てるし、明日の屋外イベントは中止せざるを得ないよ。1、1> 予定通り頑張ってやりましょう。2>, 2、今回は仕方ありませんね。3、中止にならなくてほっとしました。 7番。佐藤くん、さっき会議室出るとき、エアコンちゃんと消してくれた ?1。すぐつけに行ってくるよ。2。2> 消しちゃいけなかった 3>, ?3。ああ、忘れたかもしれない。 八番。ねえ、吉田さん、今日課長ご機嫌だと思わない一。嫌なことでもあったんじゃない二。なんかいいことあったのかな三。3> 3機嫌直るといいね。 九番。堀さん。堀さん、いくら疲れてるからって。打ち合わせでうとうとしちゃうなんて。一。申し訳ありません。気をつけます。二。お褒めいただき恐縮です。三。では、遠慮なく休ませていただきます。 10番石田監督が作った最新の映画見ましたけど今一つでしたよ。1, 1今までで一番良かったんですね。2ええ、見に行こうと思ってたんですけど。3そんなに面白いなら見に行ってみます。 11番受付の木村さん毎朝早く来て掃除してくれてるんだって頭が下がるよ1全く頭に来るよね 2, 2なかなかできないことだよね 3, 3え具合悪くなっちゃったの 12番。今度入った加藤さん。営業の仕事が初めての割には営業成績上げてるよね。1。1> 営業の仕事やってきてるんなら当然じゃない 2>, ?2。経験がないのに結果出してるよね。3。そんなに成績落としちゃったらまずいね。 問題5問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを 一つ選んでくださいでは始めます一番会社で部長と女の社員が社内行事について話しています島田さん毎年8月にやってる社内行事の企画お願いしてあったよねどうなったはい レストランでの食事会が続いているから何か新しいアイデアをということでしたよね。うん。仕事のことは忘れて社員同士の交流を深めるっていう本来の目的は変えずにね。予算はいつも通り一人3000円以内で。はい。まずバーベキューの案。車で1時間のところにある朝日公園でできます。材料費も予算内で収まりそうですし、 自然の中でみんなで食べるのって開放的で会話も盛り上がると思います。車で1時間か。はい。あとは体を動かすイベントです。会社の近くにボーリング場ありますよね。団体向けに近くのお店での食事がセットになったプランがあるんです。ボーリングをチーム対抗にしたら普段話さない人との交流も深まるし、一体感も増すと思うんです。ただ予算オーバーになりますが。 そうか。あと、社内イベントとして、地域の清掃活動に参加している会社もあるみたいです。会社近くの公園でもゴミ拾い活動をやってますよね。社員同士というよりは、社員と地域住民との交流になりますが。なるほど。それも新しいね。あとは、いつもの食事会なんですが、他の店にすれば、今までと違った感じになると思うんです。 予算内で美味しい料理食べられるお店もありましたし。どれも良さそうだね。うん、でも一度思い切ってやることを変えてみよう。で、予算内でできて本来の目的に合っているのがいいね。部長は社内行事で何をするのがいいと言っていますか一、バーベキュー 2ボーリング3ゴミ拾い活動4レストランでの食事会2番会社で。 先輩と後輩2人が話しています部長の退職まであと1ヶ月だね私たち入社した頃部長には特別お世話になったしお祝いを送ろうって話してたけどどうしようか確か営業部全体では花束を送るんだよねええ部長生け花が趣味だっておっしゃってたから花瓶なんてどうですか花瓶ね喜んでもらえそうだけどいいものはかなり高いよね そしたら、私たちからも花束にしませんか営業部のとは違うお花で。部長、お花が好きだから、たくさんもらっても喜んでいただけると思います。うーん。でも、同じものっていうのは、せっかくなのでずっと使ってもらえるものがいいと思いますけど。そうだね。部長って、時々スーツに合わせてスカーフしてますよね。だから、花柄のスカーフとかどうですかなるほどね。 ただ、身につけるものとなると、よほど好みに合ったものじゃないとね。そういうのが選べるかどうか。じゃあ、食器はどうですかコーヒーカップとか。それもスカーフと同じで、好みがありますよ。そうだね。何でも難しいんだけど、まあ、趣味に使ってもらえるものがいいかな。三人で出し合えば、それなりにいいもの買えるよね。長く使ってもらえそうなもの、選ぼう。 部長への贈り物は何になりましたか 1, 1花瓶 2, 2花束 2> 3スカーフ4食器 3番。まず、話を聞いてください。それから、2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。3番。ラジオで 野球の観戦チケットを紹介しています。今日は、夏休みにプロ野球をもっと楽しんでいただけるお得なチケットのお知らせです。スター球場では、観戦をより楽しめる特別なチケットを4種類販売しています。1つ目のキラキラチケットは、試合前に人気選手と一緒に記念撮影できるチケットです。野球観戦の思い出にいかがでしょう。 二つ目のニコニコチケットはお弁当と応援グッズがついてきます。グッズの中には人気選手のサイン入りボールが入っていますよ。三つ目はグラウンドを見下ろすレストランの窓際からゆっくり観戦できるワクワクチケットです。ご家族やお友達と一緒に食事を楽しみながら応援してみてはいかがでしょうか。四つ目のドキドキチケットはグラウンドに近い前の方の特別席で観戦できるチケットです。 こちらもお弁当とドリンク付きですうちの父野球が大好きなんだよ父の誕生日プレゼント探してたからちょうどいいかもプレゼントなら一緒に写真撮れるのなんていいんじゃないいい記念になるし父は写真を撮られるの苦手だからね選手のサイン入りボールの方が喜びそうだからそっちにするよ山田さんは家族でよく見に行くんだよねみんなで食事しながら見るっていうのも楽しいんじゃない うん、来月行こうって言ってるんだけどもっと近くで見たいな選手たちのプレーを間近で見られるっていうのにしてみるボールとか飛んできたりするんじゃないだったらいいな質問1男の人はお父さんにどのチケットをプレゼントしたいと言っていますか 質問2女の人はどのチケットを買いたいと言っていますかこれで懲戒試験を終わります。